プロスト AP 例には、プロストグランプリが1999年の F1、世界選手権3専用に開発し投入したフォーミュラ、ワンカー。理事から数えて6シーズン目となるオリビエ・パニスと、2シーズン目のヤルノ・トゥルーリがドライブした。劇的な不振であった1998年シーズンの、あと、1999年シーズンは、ジョン・バーナードや、 アラン・ジェンキンスをコンサルタントに招聘し、人事面での強化を図る。マシンは、前作 AP01 で失敗した、ショートホイールベースを修正し、ハイノーズは、マクラーレン風の低いシェープになった。サイドポンツーン前端部分が斜めに湾曲し、そこに2枚のフィンが取り付けられたのが特徴である。期待に応えるようなパフォーマンスは見られなかったが、 雨で大混乱となった第14戦ニュルブルクリンクで、トゥルーリが2位となり、自身とプロストップ上にとって初表彰台を獲得した。チームは9ポイントを得て、コンストラクターズランキング7位でシーズンを終えた。シーズン後にはトゥルーリが引退した、デーモンヒルの後釜として上段へ移籍した。パニスは、マクラーレンとサードドライバーとして契約し、2000年の ドライバーラインナップは一新されることとなった。ありがとうございます。